はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。新時代突入ですね。いよいよ来ましたね。ミニドライバー。じゃじゃーん。しかも今回ははい、なんと同時レビュー。同時です。テーラーメイド、キャロウェイ、二本打ち。二大巨頭を打ち比べていただきます。はい、とうとう比べちゃいますね。やっぱり視聴者の方はね、うん、知りたいと、まあ、どっちがいいとかじゃなくて、うん、それぞれ一緒に見たいと。そうですね。まあまあこの2強なんでね、はい、正直ね、はい、ただまあキャロウェイさん今回初めてなんで、はい、で僕もまだ実際打ってないし、ヨッシーも打ってないと、はい、みんなファーストインパクトですね。ミニドライバーさえほぼほぼ打ってへんからもう前打った2年ぐらい前です。普通ミニドラは使いませんよね。使わないです、うん、どんな印象ミニドラってたの？スプーンとドライバーの間、はい、まあまあもちろんもう皆さんそうだと思います。なんか最近さ、短尺ドライバーも結構レビューするやんか。はい、ありますね、うん、短いのってそんなに飛距離も落ちんし、うん、結構いいかなって思い出してきてる僕は。実は案外メリットが多かったりするわけですよ、うん、そして去年、うん、バーナーを出したことによる、ね、一気にミニドラ戦争が加熱したわけです。いや、ほんまにめちゃめちゃ売れてましたもんね。めっちゃ売れた、うん、そしてここに来てのキャロウェイ参入、うん、ちょっとレビューしていきたいんですけど、ね、はい、これを機にどんどんメーカーがミニドライバー出してくるかもしれないですよね。そうですね。噂ではもう一個をね、ちらほら履いてるのもある。もう一個の T 社ね、はい、もう一個の T 社、もう一個の T 社まあまだ未確定情報ですがあったりなかったりと。ちなみにテイラーさん今日解禁日ということで僕らも見たんですけど、はい、まあ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 でしょうね、うん、でも前のドライバーと正直何が変わったかっていうのはちょっと分かりにくいけど、それをどう捉えたかやけど、ね、個人的には自信の表れと捉えた、まあ、今回のテイラーメイドバーナーミニカッパー、うん、バーナーミニカッパーに関してはですね、カッパーカッパーカッパーは銅っていう意味ですね。そうね、はい、に関してはえ、今ボケたのに面白かった？, 笑ってやれよはい、に関してはですね、性能に性能についてはほぼ現状維持です、ね、うん、はい、そうなんや、もうそれ言っちゃってるんですね、うん、現状維持、ね、はい、一部グリップが変わってたりとか、うん、クラウンのデザインが変わってたりはするんですけれども、うんうん、ポンとね、はい、基本的には見た目、重視のブラッシュアップがされているということですね。前作と性能はほとんど一緒やと、はい、で、こっちはキャロウェイ、まあ、実際ちょっとサイズ大きいからさ、うん、もう構えたか安心感すごいと。こちらですね、 AI スモーク340ミニドライバーという名前でして、340、はい、名前の通り体積がですね 340cc と、はい、バーナーミニが 304cc と言われるので、うん、ちょっと大ぶりね、少し大きい、はい、見た目の違いはまずあると思います、うん、今回の企画としてはドライバーとどれぐらい飛距離ちゃうんかなってみんな知りたいと思うんで、はい、そこを比較したいと思います。そうですね、一応3番ウッド持ってきたんで、3番ウッドからどれぐらい違うんかなっていうのは、はい、ここ調べていきたいと思います。その差をご覧いただければと思います、はい、早速打っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。 Let's go。 めっちゃ楽しみや。どっちから打とう。一個打つ前に構えた感想で、はい、小ささの不安より短さの安心感が勝ってる。あ、短いことによる。それよく言いますよね、うんうんうん、短いの大好き。そうなると思わんかった、今見て思った。じゃあ記念すべき第1球、はい、AI スモーク340です。ガチ1球目いきます。おお、ナイスショー。え、めっちゃ飛ぶやん。ドライバーと変わらんやん。あれ、飛距離244、キャリー232、ドライバーと変わらんやん。ですね。バックスピンはもちろん増えるからね、ロフトあるから、うんうんうん、はい、いや増えるにしてもそんなに増えてない、うん、しかもミート率、これミート率バカ高い。お、ほんとだ、 1.42。 だってダカめっちゃ気持ちよかったもん。おはやば、いいことづくめじゃないですか、これは。まあまあまあ1球目なんで、たまたまはね、アマチュアあるあるです。まあもう1球バチンと決めてもらったら、確かこれは本物かもしれないですよ。え、すごい、マジ斬新感、これ短さ。おお、ちょっと捕まってはないけど今。うん、でも全然 41.5 でちゃんとヘッドスピード出てますね。振り切りやすい。へえ、短い分。え、これ欲しいかも。まあ今回この AI スモーク340ミニなんですけど、うん、その名の通り AI スモークをベースになっているので、うん、フェースにも AI スマートフェースが使われているわけなんですけど、これ実はですね、フェースはトリプルダイヤモンドのものではなく、うん、MAX D を土台にしてそうなんです。じゃあ優しいんや。そうです、クロート側向きよりかは何みたいな、はい、っていうところを意識してのこのフェース選びなんだそうです。じゃあマッツぴったりじゃないですか。ぴったり、うん、ちゃんとキャラさん考えてますよ。はい、ソーダチタン。そうです、地面から打ってもいいよというね。そう、うん、
なんで AI スモークの代表シティとされているそのソールのこの柄ですねがないんですね。ね、ああれね、モクモクね、はい。そうです。でもかっこいいよね。そう。いやかっこいいですよ。なんかミニチュア版みたいなさ。うん。これどうする？もうじゃあ俺にテーラー行っちゃう？え、もう。さっき行く？さっきちょっとじゃあ。そうやね。打ってもらいましょうか。チェンジということで。ってことは普通にいいぞ。普通に考えたら僕はこれでドライバーぐらい飛ぶってことなんですね。あ、そうなるね、うん、ほんまの初打ちやもんね。やば、全然イメージができひんとりあえず一旦普通に打ちますね。はい、お願いします。え、どう打ったいか分からへん。え、まずフェアウェット打ちかドライバー打ち、どっちで打ちました？ドライバー。ドライバー。じゃあドライバー打ちるってみよう。おお、おお、飛距離298。若干はヨッシーからちょっと落ちるなけど、落ちてる感はないね。ですね、うん、あ、でも確かにドライバーとスプーンのちょうど真ん中かな。この機械でのヘッドスピードとか、おお、なるほど、ボールスピード見てたらちょうど真ん中ぐらいかな。そやね。てかバックスピンあんまり入んないんですね。入らんで、うん、意外とすごい優秀。なんで？なんで？なんでなんでしょう。なんでなんでしょう、おだち。しかもなんかこれ重心ね、はい、後ろ重い方でやってるからさ。そう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 、こうね、鉛が後ろと前で入ってるんですけど、うん、前が4、バック12の前4ですね。よし、これちょっと無理やと思ったけど。はい、いや僕も無理やと思ってました。純正やし、うん、うん、300ヤード超えやすごい。ミニドラって普通のドライバーなんですね。ねえ、うん、すごい。ドライバー長くなくていいんや。ほんまやん、これでいいやん。スピンどうですか？完全、まあ、こんなもんでしょ正直。ドライバーとスプーンの間ということであれば。これカチャカチャ前あったボット君、一回やってみます？まあ、ちなみにさっき の, そのスピンの基金っていうところに関しては、うん、やはりあの AI スマートフェイス、あ、まあそうやね、はい、の効果が一番でかいんではないかっていうふうにはおっしゃってますね。だってもうドライバーの技術をもう入れてくれてるわけだからね。そうです、そうです、はい、じゃあドライバーってなんでいるんですか？ここまでいいんやったらなんかドライバー いらんやん。だから広くてズドーンと抜けてるコースだったらもう一般的なドライバーでいいわけですね。ところがそうでないコースは山ほどあるから難しいところでこれが役に立つ。一応まあ今回は純正でのロフト設定が 11.5 度、もしくは 13.5 度、うん、ハイロフト設計になっているということで優しく打ち出し角が得られるっていうところが特徴と。でまたあと通常のドライバーに比べてシャローフェースなってるので、こう T を高くしなくても打ちやすくボールの下に入りやすいということですね。飛んだ。飛ぶな。スピンがちょっと減ったね。この設定でヘッドスピード速い人行くのありやね。うん。AI スモークのドライバー打ったら310ぐらいやね多分。前測った時それぐらいでしたもんね。うん。てかもうドライバーやん。まあミニですけどドライバーです。ミニですけどドライバーやん。はい。なかなかお二人ともビタッとハマってる感じですね、感覚的には。これでいいよ、うん、もう動画終わっていやいやだめまたいいのあるんですよこっちも。ありますからちゃんと、はいはい、じゃじゃん。はい、こちら対抗馬ね。対抗馬。いや先陣来てるから、うん、そうか対抗馬というには違うだからバーナーがチャンピオンなんですよね。チャンピオンです。で対してキャロウェイが挑戦者。挑戦者、新参者ね、はい、そうです。なそれも打ちましょうか。打ちましょうか、はい、打っていただきましょう。はい、じゃ続きまして、はい、こちらミドラやっていきましょう。毎回僕長そうなこと言うんですけど、はい、これがまたうまいところが、うん、切り替えてるからデザインを、あ、シャフトがねこっからしかないように感じる。確かに確かに、これの方が短く感じるかもしれない。ただヘッドが今度ちょっとちっちゃいからすごい戦いいいところのせめぎ合いですね。そうそうそう、これは、まあ、今回比較なんで ね、そうですね。記念すべき1球目、はい、お願いします。ガチって緊張するな。ほうほうほう、うん、まあ今のはちゃんと当たってへんかったんで。ネースヒットです。一緒かな、そうすると、うん、え、長さも変わらないんですよね。長さ変わらないです。シャフト 43.5 インチ。じゃあ2球目いきます。おー、いいね。あー、でしょう、いい感じ。よいしょー。おー、でも一緒やな。まあまあ立ちで一緒やな。距離は一緒やな、うん、237。お、キャリー218。てか出るやん普通に。はい、出ますね、いい数字。ミート率 1.46。 バックスピンは2900。
比較するんやったら一緒ですね、うん、正直、うん、ヘッドの小ぶり好き嫌いの差は出ると思う。せやな、うん、好き嫌い性能というか、まあ、色合いも違いますしね、デザインも違いますし、うん、そうですね、まあ、あとどっちのメーカーが好きとか絶対あると思うね。テーラーに関しては、まあ、先ほども説明したんですけど、あの技術的な面、例えばチタンツイストフェイスであったりとか、うん、それからあの特徴的なスピードポケット、はい、うん、あと K を特徴とした K ソールデザインですね、うんうんうん、これに関してはもうほぼそのままなので、K、技術に関しては前作でほぼ裏打ちされたという印象は受けましたね、うん、確かに、まあ、結果売れてたからね、はい、よっしーもどうぞ、はい、見ていただきましょう。まあ、ちっちゃいですね。ちっちゃい、ちっちゃいですよね。シンプルになんか3番から寄ってきたって感じだね、こっちは。あ、よりフェアウェイ感に近い。確かにいい表現、うん、初打ち、初打ち、ほんまに初打ち。ナイスショー、いい当たりには見えたよ。今すぐ291のキャリー281。まあもうこの辺は誤差でしょ。うん、いいじゃないですか。おお、ちょっとヒールでした、うんうんうん、ちょっとヒール、うん、ちょっとヒール、ちょっと新発しました。でも新発してこれやったらまあ十分です。一緒でしょ、ね、さっきの AI スモークと比べても遜色ない。遜色ないっすね、うん、だ違いあるとすれば、うん、お、言わんとこ。あら、とりあえず打ちますか。言わんとこ。ちょっとやりたいことがあるんで。はい、こういう打ち方してどうなるかっていう。ああ、やっぱり、ああ、まあ上がりますね。結構全く同じやな、さっきと。おお、と思うでしょ、うん、スピンを増やした。違うんですよ、ちょっとカット気味に入れたんですよ、うん、ああ、違いあるとすればシャフトかなと思いました。ああ、なるほど、うん、ちょっとこっちの方が上がるっていうね、うん、だからあのちょっと今スピン量増える打ち方をわざとしたんですよ、うん、ちょっと外から振っていって、ね、ボール若干潰しながら打っていったんですけど、はい、そうするとバックスピンちょっと増えたんですよ。うん、この辺はちょっと違いがあるかな、まあ、でも好き嫌いで正直、まあ、そうね、ちょっとしなって上がる方がいいのかっていう。そうですね、だマッツも最後先引っ掛けましたけど結構シャフトバッと動いてたんで若干感じるかな。こっちの方が若干シャフトは動く感じはしますね、うん、ヘッドはあんまり大差ないと思います。でまたこれもウェイト変えれるんで。そうです、先ほどとちょっといじります。はい、さあこれで300いくか。いや、でもすごいですね。すごいアンチミドラやったけどちょっと考え方変わる。アンチミドラやったんですか、うん、なんで勝手にアンチ。確かに、だってドライバーのヘッド大きいのにさ、なんでちっちゃいんですか。わざわざ使う必要はないだろう派だと、うん、やったけど今ちょっと逆にやってますよね。そうそうそう、うん、これでこんだけ飛ぶんやったら、うん、なんでわざと長いに使ってんの。そう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 でもこれでもほんまに T 社含め、うん、B 社とか、うん、D 社とか、うん、C 社とか逆に全部言わなあかんっていう。まあまあ業界のね一大ムーブメントになったら面白い、ね、なるんじゃないですか、ほんまに。だからカーボンフェイスあり、典型あり、うん、そして今ミニドラ、ミニドラっていう一大ムーブメントが波が来てるかもしれないですね。カーボン、典型、ミニドラ、うん、でこれはちょっと重心前にしたんでスピンが減るはずと。はい、カットばして、おー、お、300ヤード超え。てか、ヨッシー先生ゴルフうまいね。どこで再認識してるんですかそれを。まあ、確かにこうやって打つの久しぶりやからね。あ、確かにちょっと飽きましたが、でもちょっとこっちの方がスピン入る感って感じ、ね、うん、言い悪いじゃないですよ、うん、合う合わないなのでそれは求める人もあるしね。てかミニドライバーから別にスピン減らなくてもいいでしょ。確かに、ロフトあるしでちゃんと飛んでるし、うん、ヘッドスピードもね、さっきとそんなに変わらんし、ボールスピードもそんなに変わらんので、うん、両方いい、うん、いい、そうですね、はい、じゃあ僕 AI スモークのドラ、うん、ミニ3番、はい、連続して打ちます、うん、3本でヨッシーは TY10 やってみましょう。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあサクッとドライバー、はい、ミニ3番ウッド打っていきます。比較していきましょう。じゃあドライバーからいきます。はい、サクッとね、サクッとヘッドでかでかい。改めて再認識しますね、ドライバーのでかさをね。 AI スモーク、いいね、うん、246。逆にダメじゃないですか。ダメじゃないか、なんて言ったらいいんやろな、これ忖度とかもない、だって同じ製品でさ、同じブランドで売ってる、うん、確かに。しかもミート率 1.49 出てるし、うん、多分ね、これ俺前から思うけど俺の打ち方がミート率上がるんやと思う。あー、そこはまずあるのか。まあ、松うまいですもんね。ありがとうございます。ベストは74。おお、ちょっとドヤ顔したい。じゃあミニドラいきます。はい、
ちゃ振りやすいな。ちょっとこすった、うん、ちょっとこすったけど、うん、まあまあ一緒ぐらい飛んでる、うん、ほぼほぼあれで240いくんや。 239.8、 まあ240、半端ないわ。すばら、すばら、すばら、すばらですね。ちっちゃもう文句言うな、もう。来た、お、あ、うん、うん、もう、もうそもそも AI スモークっていうブランドがいいんじゃないですか。それはあるかもしれないですね。まあ確かにバーナーっていうのは独立した一ブランドとして売ってるじゃないですか、うん、対してキャドウェイっていうのは AI スモークっていうフラッグシップの中に組み込んでやってるんですよ、ね、確かにね。なので AI スモークとの親和性を考えるとちょうどいい相性で自然と打てるっていうところはあるかもしれないです。 iMac と iPad と iPhone みたいな感じアップル信者だからそれに例えてじゃあトントンいきましょう。ヨッシー先生、はい、まずドラちゃんから QI10 ですね。 QI10 真ん中のやつですね。はい、シャフト純正エシュエシュエシュノーマルですね。何ヤード飛ばしましょう。310はいくんじゃ余裕で、はいくでしょうね。おお309ほぼ10ですね。やっぱちょっとシャフト柔らかいな、うん、ちょっとヘッドスピードが早いね、こっちの方が。若干ね、若干55.3、そうですね。309に対してカバー、はい、カバー、これ別にその振りしたわけじゃないですよあでもほんまに差ないぐらいしか多分変わらん気がするけど。そうですね、ほんまに差なんていうぐらいだと思いますよ、ね、コースいったら。そう、おお、いいですね。305、誤差ほんまに誤差って誤差やねですね5の差しかない。さっきがほぼ310としても、まあロフト2のぐらいしか違いないですもんね。ああそっか、でも長さがちゃうけどね。うん、まあヘッドスピードはやっぱちょっと違いますけどね。ですね。じゃあ最後スプーン、はい、3番打っていただきましょう。まあやっぱり一つ言えるのはどのクラブも今は良き。高い。ナイスショー。やっぱ球は上がるね。ですね、うんうん、ロフトがある、うんうんうん、だから上がることの意義はありますよね。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。いいね、うん、いや結構驚きでした ね、 、うん、ね。そうですね、ここまで飛距離変わらんやし扱いやすい、はい、うんうんうん、もうなんかドライバーとスプーンいらんいらんっていうなんか狙っていくドライバーっていうのはすごい分かる。ガチで自分の合ってるシャフトをそれぞれに刺して打ちたいなと思いましたもん、うんうん、入れたい。シャフト変えるとまた確かに違う結果出るかもしれないですね、うんうん、味が変わると思います、うんうん、なんかあと打ってて思ったんやけどさ、ティー1個でいいやんと思って、ショートティーだけでいけるやんと思って。めんどくさがるじゃないですかラウンドの時さ、ティー1個でいいやろ。まあ確かに悩みますけどね、こうポケット入れて口長いのか、あ、ちっちゃいのやったちっちゃいのやったっていうのありますもんねややこしい問題ありますけど、まあ、それはちょっと極端な意見ですけど、うん、本当にこのサイズでしっかり結果が出るし、うん、2本目として持っといてほしいかな。ドライバー持っといて追加でミドラ。あんまりドライバー2本っていう感覚はないでしょうかね、皆さん、うん、そこにやはりミニドラという選択肢があると刺さると思いますね、うん、まあ、ニッチですけど僕ってウッド1本も入ってないんで、うん、ドラアイアンないよ、うん、そういう人には多分最高にいいと思う、まあ、今の時代ね、デカヘッドがすごい主流じゃないですか、うん、今年なんか典型やし、であの今まで結構ローテーション入れながら打ってた方、こういうでかいヘッドのやつはやっぱり返ってこないんですよ、ヘッドが、うんうんうん、開いたまま戻ってくるんで、こっちはめちゃくちゃ閉じやすいんで、うんうん、重心距離短いクラブでここまで飛ぶっていうのはなかなかないんで、うんうん、すごいいいんじゃないですかね。あとはやっぱりもうプロが使ってる人が多いっていうのがかなり大きいと思います。昨年のバーナー投入によって PGA ツアーの選手の使用率っていうのも非常に上がりましたから。まあでも当たりやすさだけ言うとやっぱりドライバーの方が当たりやすいですよ、うん、これだけでかいと特にワタッチみたいな初心者は、はい、それもそうなんですよね。やっぱちっちゃくなると当たらないっていうのが出てくるからねだからあのデカヘッドで、うん、あの短尺ミニドライバー作ってください。今度はそこは魔改造でやってください、2本買ってください自分で自分でやれよっていうでもドライバーのシャフトの長さにしたら重心距離が短すぎるんで、うん、逆にこの帰りが
大きくなりすぎると思いますね、うんうん、そこはちゃんと 43.51 っていうのをメーカーさんは計算してやっておられると思うんで、はい、ということで最後お値段と発売日をガチ、はい、まずテーラーメイドバーナーミニに関してはお値段 71,500円、価格据え置きでございます、はい、ドライバーより安いですね、はい、安いね。こちらは2024年の7月12日発売予定となっています。はい、そしてキャロウェイのパラダイム AI スモーク340ミニドライバーは販売価格が77,000円、ノーマルの AI スモークが88,000円プラス税なので約10,000円ダウン、なるほど、というふうになっております。発売日は7月19日を予定しております。ほぼ一緒、ほぼ一緒、はい、ほぼ一緒でほぼ一緒のものが出るっていうね、うん、多分これすぐ完売しそうな気がするんで、うん、お早めにでいいかなと思います、うん、これは本当に早くしだしていただいて買っていただきたいな。シダクラブは来るんですよね。来るんやけど発売と同時に無くなるかもしれない、予約結構入る気がしてる、はい、これは入るでしょうね、うん、なので皆さんぜひお近くのツリアゴルフの方でシダ、そしてご予約いただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録お願いします。お願いします。お願いします。